スプリットライセンスの購入後、次のステップはスプリットコントラクトの購入です。以下の手順に従って、ウルティマでスプリットコントラクトを購入する方法をご説明します。ウルティマチームは定期的に様々なキャンペーンを実施しています。キャンペーンが実施されると、ダッシュボードにはキャンペーン製品の追加タブが表示されます。現行のキャンペーンの詳細はいつでも私たちのテレグラムチャンネルで確認できます。なお、キャンペーンパッケージの購入プロセスはこのガイドで説明するプロセスと同様ですのでご注意ください。DefiU のウェブサイトにログインしてください。参加したいプールを選択してください。YP プールまたは Unity プール。ページを下にスクロールすると購入可能な商品のリストが表示されます。スプリットコントラクトを購入するには、スプリットコントラクツというタブに移動してください。適切なコントラクトを選択し、Purchase 購入ボタンをクリックしてください。支払い方法を選択するように求められるウィンドウが表示されます。Ultima を選択し、同意事項にチェックを入れ、Purchase 購入ボタンをクリックしてください。表示されたウィンドウには、ウルティマドの金額と入金先ウォレットアドレスが表示されます。アドレスは、モバイルアプリからトランザクションを送信するための QR コードの形式でも利用できます。指定されたウォレットに必要な金額を送金します。画面に表示されている正確な金額を送金してください。支払い完了の通知をお待ちください。完了です。スプリットコントラクトを購入しました。コントラクトの購入後、ダッシュボードのスプリットライセンスユーゼージウィジェットで値が変更されることに気づくでしょう。購入したコントラクトは以下のようにマイコントラクトセクションにも表示されます。ご不明な点がございましたら、サポートチームまでご連絡ください。喜んでお手伝いさせていただきます。皆様の成功を祈っています。